トワイライトファイルシリーズは、ラブファンタジーをテーマにして、愛情、友情、家族愛、制限のないさまざまな、愛情劇を、映画化した、そしてシリーズ化したものです。監督はもちろんなんですけど、キャスト、スタッフを含めて、毎回これ作品ごと異なりますから、内容の方も、サスペンス、またラブロマンスもあり、アクション、時にはコメディと、色とりどりの、作品構成となっています。ですから多くの方々に、楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。今回やっぱり新しい風を我々はこの映画というもので、作っていきたいと思ってます。ですから作品ごと毎回、新人を、起用するようにしております。ですからメインキャストとして、新人がこの作品には、毎回入っております。新人の起用については、毎回作品ごと、オーディションを行ってます。キラリと光るものがあれば経験がある、またない、問わず、主演に抜擢することもあります。ですから昨日まで、普通の生活をしていた人がいきなり、スクリーンデビューをするということも十二分にあり得るので、ぜひ、たくさんの方に、応募していただきたいなと思ってます。優しさ失わない。時間が長いのでどんどんメイクが濃くなっていきます。明日は我が身というか15分後ぐらいは我が身だね。はい、カット。はい。はい、ここね、メイクしてる時間の方が時間で、ちょっとね、で、ずっともう水は入れ替えなくていい状態で、ガーッとこう、トイレっていうのがあって、そのランドセルの中村どうするんですか？はい、いつも使ってるんですか？はい。見して、彼で。なんですけれども、その間にいろいろとエキストラが入りますが、よーいスタート。
じゃあすみません、コートをちょっと外して、はい、新人監督の投手ということで、まあ、とにかく一度、いろんなことにチャレンジしてみなければと思って、初めて監督をした短編の、映画アンサンブルという作品なんですけれども、それを、もちろんプロデューサーに、見ていただいたことがきっかけで、もしよければということで、まずお話をいただいたのが一番最初に、はい、きっかけだったと思います。監督ってこういろんな方がやっぱりいらっしゃるんですけど、仕事柄上もたくさんの監督さんとお会いするんですけど、まず背筋がピンとして、こう言葉がやっぱ一言ずつちょっと重みを感じましたかね。で、実際こう住職さんでもあるという異色のちょっと肩書きを持った方だったので、なんでしょう、ちょっと今までちょっと出会ったことない監督の雰囲気、いでたちですかはありましたかね。言葉の中一言一言がやっぱり悟りを開いてるような、こちらがなんかいろいろこう教えてなんかいただけるような、説得ではないんですけどね、なんかやっぱり言葉にちょっと重みみたいなものが、はい、ありました、はい。まあ、今、今年36に間もなくなろうとしているんですけれども、13年前に、縁があってちょうど信州の、僧侶の特等を受けさせていただいて、そこからも、そうですね、13年間、僧侶として、生かさせていただいているということで、で、まあ、全く家は寺でも何でもなく関係ないんですけれども、まあ、両親がすごく映画好きで、実家は昔はビデオレンタルショップをしているような、くらい、はい、すごく映画が好きな両親のもとで、育ったということがきっかけで、まあ、どうしてもその映画から離れられない、その、まあ、僕が離れられないではなく、まあ、結果的には最近思うのは、映画に取り憑かれているというか、映画を撮る人っていうのは撮らずにはおれないんだと。それはもう好きとか嫌いとかではなく、もうなんか呪いのように、わからないです。僕は呪いだと思うんですけど、はい、もうなんか、なんでしょうね、おかしいものが映画には、きっとそういうなんか魔力みたいなものがあるんじゃないのかなというふうには思うんですけど、僕がテーマにしていることというのが、やっぱり人と人とのつながりということをその一番、考えていつも脚本を書いているつもりなんですけれども、まあ、仏教的にも縁というふうにそれは言うんですけれども、その縁というものはこう、定まっていることではないんですよね。きっとその、なんて言うんでしょうか、出会いはやはり偶然なわけです。誰もこの出会いましょうと言って出会うわけではなく、今回も本当に、こちらのプロデューサーが本当に、たくさんの、キャストさん、スタッフさんと、あらかじめ、この日に出会いましょうと言って出会うわけではなく、出会わさせていただいて、
て一つの作品が出来上がっている、すごく不思議なことだと。でその、縁の中でのつながりで、人はまたその縁を介して別れていく、この別れは逆に必然だと。で出会いと別れを繰り返すというふうなことの中に、人はそれでもつながってずっと行くんだというふうなことを、まあ映画を撮るにあたっての大きなテーマとしてずっと持ってはいるんですけれども、親が子を殺し、子が親を殺すという、まあ、本当に映画よりも現実の方がもう映画を超えてしまっているような、そういう今のこの世の中で、どうしてもその尊敬するという人がお父さんですお母さんですっていう風な人が少なくなってきているんではないのかな。で我が父我が母が心からそのヒーローであった、そうヒーローであるというふうに言えるこのことをちょっと書いてみたいなというふうに、思って、今回の作品の方を書くきっかけにはなりました。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。池内正さん、はい、今回 A という役でご出演いただいて、いかがでしたか？なんか、なんだろう、一星とは友達で、ずいぶん久しぶりになんか会えることができて、まあ、一緒にこう芝居ができて嬉しかったなっていうのが、ね、大きいのと、あと血のりがイカ墨でできてるらしく、怖くてどんどん自分がいかな方向にいかな方向に変わっていくのがとても楽しかったです。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。石井所持役の大月ひろゆきさんです。よろしくお願いします。はい、いかがですか？もう楽しい現場でした。石田一生さんと、もう本当にもっと会いたかったんですけどね、遊びたかったです。はい、もうもっともっと遊びましょうということで、はい、まこ先生役の野田優子さんです、いかがでしたか撮影は？初めて先生役とか、あとキャバクラ嬢の役とかやらせていただいて、なんか普段できない感じなのですごい楽しかったです。こういう演技なのはあんまりやったことなくて、ちょっと映画になったら不安なんですけど、一生懸命やったので、なんかちょっと演技とか変でも許してください。キャバクラ嬢のさやか役をやらせていただきました、平井さゆりです。皆さんこんにちは。初め役をいただいた時に、もう本当に映画をずっとやりたかったので、もう感謝感激で、はい、皆さんに感謝してます。はい、小町役を演じました浜田陽子です。今回どうでした？演じられてと、お母さんということで、電車の中とかいろんなお母さんを見て研究 したんですけれども、なかなか難しかったですが頑張りました。病院内に小声で失礼します。風間でお役をやらせていただいていただきました、石田一生です。クランクアップさせていただきました。監督、本当になんか思い返せばね、すごくいろんないい思い出があって、とても内容の濃い5日間毎週3日間だったかなと思います。たっちゃんもすごくいいお芝居してたし、すごく一緒に今回やってよかったなと思いました。とてもいい映画になると思いますので、本当に楽しみにしています。今回工藤ひとみ役をやった本山由美です。はい、じゃあ今撮影を終えて、一言感想ください。撮影を終えて、ちょっと寒かったです。でどうしよう、楽しかったです。
大場拓海役をやらせていただきました下げ坂拓也です、大場拓海とはどんな役でした？いやもうあの真子先生がもうとっても大好きで辞めちゃった時がすごいだなーってなっちゃうとかそういうもう真子先生がいなくなっちゃったらもう全然雰囲気が違うっていうことでこの役です。お疲れ様でした。どうでした？佐伯役の石野月です。はい、どうでした？今回の映画はすごいスタッフさんも優しくてなんかもう2日間じゃなんかすごい足りなかったなみたいな気もしてきてなんかやっぱすごいいい映画だったし自分もすごい出れてすごい嬉しかったのでこれは本当に歴史に残る映画だと思いますのでもう本当に涙してください。ありがとうございました。男性側の主演では石田一生さんが、風間良役ということですけど一生君についてどうでした？まあ、その人間性にまずはやられてしまいました。素晴らしい本当に方で映画人としては本当に大先輩ですので、何かとその学ばさせていただくことがたくさんあった、はい、出会いでした。一生君と、まあ、たまたまの監督の知り合いだった万作君が、まあ、なんかたまたま良かったんですよね。そうですね、お友達ですね。友達同士でしたからね、はい、かなりうちのスタジオでもね、こまめに細かく、石田君、万作さん、そしてあの監督とやってましたね。そうですね、バタバタ、ドタバタと、はい、映画ありましたので、ただ、まあ、昔からのその中というかすごく気心が知れてて、タイミングとかその、まあ、体をぶつけたりする痛いシーンでもあるんですけれどもでもすごく息の合うところを見せてくださってそういう意味でも本当に不思議な縁を感じる作品だったと思います。ではメインとなる佐伯さやですね、はい、役の内田夏希ちゃんなんですけどこれはもうオーディションでものすごい数の倍率の中、彼女が、今回この役を務めたんですけど、はい、まあ、僕としては、ああ、もうこの子しかいないなというところで決めてお願いしたんですけど、実際は。その僕自身がその、まあ、演技をしすぎるというか、まあ、演技が固まっている人よりもその自然な演技をすごく好むので、あまり固くならないでというふうな思いを込めて、その一緒に、まあちょっとトランプしてもらったりとか遊んでもらったりしてその中に伊勢さんも加わったりしてくださったんですけどそういうふうなアプローチをしていく中で、ぐんぐん柔らかくなっていって、撮影の当日そのクランクインの当日から、クランクアップその日を増すごとにその、逆に今度は凄みに変わっていくような演技に、伊勢さんをしてその大女優一人誕生だねっていうふうに、ね、はい、ましたもんね、おっしゃってたことを考えても、今回のこの、内田月さんの演技は、本当に、すごい演技だと僕は、はい、思います。テレビで見るゆうこりんとは全然違うちょっと設定になってるんですけどちょっと、ね、役柄も含めて紹介してもらいましょうかね。小倉さんに、僕がお願いしたのはもう何もしないでくださいと普通に淡々と話をしてくださいというふうに、極力何もしないようにというふうにお願いをしたら見事に、何もしないというその何もしないということは本当に難しいことなんですけれども特殊なことは何もしないでただ淡々と喋り淡々と演技をしてで最後に一度だけ笑うんですけれども、はい、佐伯小町役ですね、はい、浜田さんについて、監督にじゃあちょっとお伺いしたいなと、はい、僕が彼女にその話したのはその他の誰でもない浜田陽子さんが選ばれたということはこの佐伯小町の役はこれから一生がいいそのあなたしかやる人がいないんだとあなたの演じる小町しかこの世に存在することがないわけだから誰かがやっているような感じではなくそ
その浜田陽子にしかできない佐伯小町を演じてほしいというふうに、はい、話した思いがあります。石田さん、そして小倉さん、内田さんに浜田さんと、この4名の方が取りなす人間ドラマですね。でも役者さん大変ですよね。たった短い期間で親子関係を作んなきゃいけないわけですからね。そうですね。本来と十何年かかって作り上げる親子関係をね、たった数ヶ月というか数日の間で作り上げて、それを表現しなきゃいけないわけですからね。すごいなって改めて思います。はい。はい、よろしいですかね。もちろんあります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。とても、なんて言うんでしょう、一言で言うと家族愛というものを、本当に血が繋がってなくてもここまで人は人を愛せるんだという、そういうシンプルなことを、あの絶妙なタッチと、本当にいい、なんて言うんでしょうね、雰囲気の中で描いた作品だと思っています。はいはい、ある意味、なんて言うんでしょうね、自分とリンクする部分も若干ありましたし、その作品的に見てもあまりこう動きすぎると多分うるさくなってしまう、動かなすぎてもあまり作品として面白くない、はい、でちょっと最後に、はい、ちょっとねあるじゃないですか言えないところがございますからね、はい、そういうところも含めて、まあ、あの難しいながらもとても楽しく演じさせていただきました。皆さんこんにちは、佐伯さゆ役の内田なつきです。皆さん今日は来ていただいてありがとうございます。私は虹色ハーモニーに出演させていただいています。このさやという女の子は最初はすごい生意気な女の子だったんですけど、風間涼さんと会ってからとても優しい女の子に変わっていくというすごい素敵な話です。どうぞたくさんの人に見てもらえて嬉しいです。どうぞもうご期待ください。はい、ありがとうございます。佐伯小町役をやらせていただきました浜田陽子と申します。右隣に佐伯さやちゃんの母親役をやらせていただきました、たくさんの温かいスタッフの方や、監督、そして共演者の皆様に助けられながら、最後までなんとか演じることができました。本当に心から感謝しております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。場も温かくなったところでですね、させていただきます。男という役を演じました、実を言うと、ね、実際と昔バンドやってたりとかね、あと監督とは自主映画が出たとか、実は一緒にやってたりとかして、こういう場に一緒に立ててることがとてもとても幸せです。ありがとうございました。はい、圧倒的な存在感ですからね、作品の中でもできてる。はい、皆さんこんにちは、小倉優子です。なんか優子の役は、学校の先生なんですけど、でもなんかキャバクラで働いたりとか、なんか普通ではできない役をやれたのですごい楽しかったです。出演者の中にボケる人とかツッコむ人とか、こんな楽しい人がいるんだって知らなかったから、映像を見るときはちょっと注意して見ようと思います。皆さんも楽しんで見て帰ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。映画というものは本当に人のつながりでできていくんだなということを改めて、実感しています。これだけのたくさんの、素晴らしい方々に囲まれて、映画を一本流させていただけたということを本当に、心から、素晴らしかったことだと思います。キーポイントが女の子なんですけど、主演の、内田なつきちゃんなんですが、彼女はオーディションで勝ち抜いて、最終的には、今回キャストとして選んだんですけど、やはり監督が思い描いた、もしくは心の、ぶつけ場所ですから、映画っていうのは少しでもこう役立てて我々がいけるようなバックアップができればというところで、キャスティングもかなり緊張しながら
やってるつもりでいるんです。まあ、あの石田一生さんがそのキャスト決定しましたというふうにお聞きして、もうあのその上がってた名前よりもあの すごくあの素敵な方が決まったので、もう本当にあの すごく本をあの読んでいただいてたんだなというふうに感謝しました。あの舞台とかですね、ミュージカルみたいなものは全員が揃って全員で稽古して全員でスタートするっていうのが意外にこう習わしであるんですけど、やっぱ映画って意外にこのシーンシーン撮っていくので、最後まで誰と一緒に仕事したかって、で出来上がって初めて、あこの人とも一緒に出てたんだとかね、あこういうスタッフさんがいたんだとか、あのそういったことが結構あのなんか寂しく感じるので、我々としては毎回あのみんなで顔合わせてそれからスタートしようじゃないかと。でその時に監督のその思いとかね、僕らの姿勢を皆さんに伝えて同じ気持ちでねスタートラインに立ってやりたいということで、僕は恒例で顔合わせ、台本読みというのをやるんですけど、その時にあのやっぱり吉野監督がみんなの前でねお話しいただいたことがやっぱりとってもいいスタート切れたかなって、監督がその一人一人の役に対して君はこういうイメージの役なんだよ、この言葉はこういう意味合いがあるんだよっていうことを、やはりあの吉野監督はその子供だったら子供にやはり分かりやすく伝えてましたし、やっぱり大人のキャストに大人のキャストなりの伝え方というか、相手に合わせてちゃんと相手を見ながら、あ演出されてるなっていうのが、まあ、特に稽古というんですかね、本番前の稽古の段階からすごく感じ取れましたね。よくも悪くも僕が一番最初 そのチャレンジだったということで、まあ、キャストの皆さんには、どの役に至るまでお話をさせていただいた、まあ、時間を本当にかけてしまって皆さんにはご迷惑をおかけしたんですけれども、まあ、この役だからその重要度がそんなに高くないからその何でもいいっていうわけにいかないと、まあ、僕はもうですね、その一人でもやはりその志が少し違うと、それがその顕著に絵に反映されてくるのが僕は映画だと思うので、そういう意味では時間をかけてお話をさせていただいたということはすごく良かったことだと思います。監督を含めあの世の中に生まれてきた方って、あの先ほどの必然というかやっぱ意味があって世に生まれてきてると思うので、いろんな人にいろんな可能性があると思うんですね。ぜひ我々はこうぜひともこれからも新しい方々に目を向けて、いろんな方々と共にまた成長していきたいなと思ってますから、俳優を目指す方々、また監督を目指す方々、ぜひ、まあ、我々の門を叩いていただいて、またその一つのつながりをね、冒頭吉野監督が言われましたけど、その出会いをこれからまたね、いい形で進化しながら成長しながらやっていければなと思います。ですからどんな方にもチャンスがありますから、ぜひ行動を起こしてもらいたいな。ですからオーディション参加してもらうと、また新人監督さんはぜひご自身が持った、過去と捉えた映像をぜひサンプルでお見せいただければなと思っています。1秒置いといて、後でウィストに行くって言うことかな。
何回でも見てください。すべてを出し切れたかなと思います。ありがとうございます。みんな和気あいあいと楽しんで乗っていたので、すごくいい経験になりました。朝からテンションハイで頑張りました。皆さん見てください。監督さんもとても優しい人でとても楽しかったです。ローカー走るなよ。歌を歌ったのでとても楽しかったです。最高、楽しかった。お疲れ様でした。あ、先生ありがとう。で、こう時間。ぜひ楽しみに見てください。似合ってると思います。お疲れ様でした。